レンジャーの方にはスピード認定証書と当日の観戦チケットをペアでプレゼント。さらに小学生に関して時速80キロ、女子70キロ以上、また中学生以上の男性で120キロ、女性で80キロ以上のスピードを記録された方には全員をプレゼントします。今日のチャレンジャーも5人の皆さん、まずは親子でのご参加、お父さんから久地正光さん、目標は100キロ、張り切ってどうぞ。同じくサウスポー、今日の先発ロメロ投手のような豪快な投球をしたいとのことでしたが、目標まであと27秒、第2球高め75キロでした。さあ、そのお子さん、シューマさん、桜ヶ丘野球でピッチャーをやっているとのこと、目標はホーマー、お父さんに負けない投球、ナイスボール95キロ、スピードの目標は達成ですよ。次はストライク、いけるよ、ああ、たまか94キロでした。これからの野球頑張ってください。続いては田中優太さん、高校球児でしたトマト、第9、さすが106キロ、ナイスボール、目標達成です。続いてはストライクゾーンに高めか、107キロでした。鈴木圭さん、運のないように投げたいとのこと、11歳、お子さん投げてね、ワンバウンドで81キロ、スピードの目標は達成です。頑張ってね。第2球、足が上がってワンバウンド85キロでした。さあ、ここからはなんと今日スペシャルゲストです、なんとあの SK48 の松井純也さんです。松井さんは11月21日から大阪市名古屋で開催される第22回名古屋モーターショーのアンバサダーに本日就任とのこと、その記念の投球台付きは47キロ、去年55キロだったので60キロを目指したいとのことですが、果たしてどうだ。ワンバトルストライクゾーン44キロでした。お疲れ様でした。就任おめでとうございます。5人のチャレンジャーの皆様に大きな拍手を送りください。スピードボールコンテストに参加をご希望の方はご覧のアレスまでどしどしご応募ください。お待ちしております。以上、中日ドラゴンズスピードボールコンテストでした。